海やプールに男子と行くわけねえだろ。ああ、そりゃそうか。安田って黙ってればかっこいいのにね。授業だってわかりやすいし。堀、安田先生と何かあったの？今日ね。堀、気に病むな。何？突然。言っておくが、先生は貧乳派だ。前向きに自信持て。食材